ちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。K2 戦、これはいいスタートを切りました。エンドシップ、この馬も好スタートを切りました。ハウスバスター前に行きそうです。ハイブレッドドーン、それに続いています。さらにはシグナルエイコー9番 OK2 戦、その後ろエターナルハード、後ろからになりそうです。前に戻りましょう。インドシップ先手を取りました。黄色の帽子ハイブレンドドーン、その後ろすぐ隣にシグナルエイコー並んで4番クワイエットアメジスト、合計2000、いい位置です。その隣にハウスバスター、すぐ後ろにビクトリーチケット、さらにはアラビアレース、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。ここでハイブレンドドーン先頭に変わりました。メイクスキーほとんど差がありません。ゴーイングセンサー3番手、合計2000、いい位置です。さあここからどうか。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭は合計2000、残り 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。合計2000、先頭2番手はクワイエットアメジスト、先頭は合計2000、1着でゴール。合計2000、1着、2着はクワイエットアメジスト、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。合計2000、まさしく日本が世界に誇れる馬です。馬主、調教師、騎手、すべてのホースマンが一度は勝ちたいと夢見るこのレース。実力とそして強い運がなければこの栄冠は勝ち取れません。日本競馬の最高峰、東京優駿日本ダービー、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠の社交グレードゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ニューコロネット好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくニューコロネット行きました。続いて前へ行くのはプラリタチカラ、さらにはルーブルアクト13番、トロピカルカフェ、その後ろ後方に控えたのがサードアヘッド、もう一度先頭からニューコロネット先手を取りました。内からは成田チカラ、緑の帽子ルーブルアクト、その後ろ内からはベストカラット名勝レグナム、そのうちに続いています。その後ろにトロピカルカフェ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。一番人気の東海帝王、現在馬群の中ほどにつけています。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはサッカーエナジー、その後ろに名勝レグナム、その外からデュークポロネット、内からはデストカナット、その外からルーブルアクト、 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から見てみましょう。サッカーエナジー先手を取りました。オレンジの帽子デュークポロネット、その後ろすぐ隣に名勝レグナム、その横にデストカナット、その外から成田チカラ、その隣にトロピカルカフェ、その外からルーブルアクト、その後ろにナイスネイチャー、各馬大欅を通過。先頭は依然としてサッカーエナジー、名勝レグナム、ほとんど差がありません。デュークポロネット3番手、東海帝王いい位置、果たして先頭を
冠まであと一歩に迫りました。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭に立った。